どうも、暗号通貨ニュースでございます。今日もコインゲッコからあさっていこうと思いますけども、なんかビットコインが単体でものすごく暴落してますね。で、それにつられて、イーサリアムもかなり下がってると10%ほど下がってるかなっていうふうに見受けられます、えー。その件もね、今日はお伝えしていこうと思います。まずは見るところはいつも一緒です。えー、左上、こちらね。今、コインゲッコに上場してるコインが14,871です。 そして取引所が1149で、これも両方とも順調に増えてますね。で、参加するコインが増えて取引所が増えるってことは、一粒一粒のコインの価値が薄まってるとも言えます。その上で今回、時価総額がなんとね、361兆円になってるわけですよ。今まで370兆円が底と言っていた、その底が割れたってことなんで、これもうちょっと落ちていくんじゃないかな、350兆円ぐらいまでいっちゃうのかなっていうところで、非常にやばい状況が起きてます。えこの裏にはね、実は、あの、 プライベートセールが行われていた、あるね、えー、暗号通貨のトークンが、えー、まあ、上場しているっていうところも関係しているんではないかなと私は思ってるんですよね。で、この新しい暗号通貨が上場して、まあ、いわゆるね、そこから資金が、集まった資金が、あの、抜かれてるってことなんですよ。ね、あの、プライベートセールに、まあ、お金を、ドルとか円とかをつぎ込んだ人が、 ある特定のトークンに変わったわけなんですけども、そのトークンが上場したときに、トークンに集まったお金をあビットコインでもなんでもなく、またドルとか円の方に外に出しちゃったわけですよね。まあだから、そこによって暴落が起きるっていうのは、まあよくある図式なんで、この辺を加味しながらね、えー、プライベートセールに参加するかどうかは決めていかなくちゃいけないんですよね。まあここだけ話すとまたね、長くなりますんで、今日はこの辺りで割愛したいと思いますけども、えー、本路に戻ると。 コインゲッコの暗号通貨は今、360兆円になっちゃいましたんで、かなりやばい状況ですね、でここで老媒、まあ、売りをしてしまうと、損失が確定します、ただ、戻ってくると、もしね、思うならば、ここが仕入れ時なんですよ、もうちょっと下がってもいいんで、えー、含み損をね、一時期抱えることになっても、ここからあエントリーをしていくっていう考え方は、利益を取る上で必要です。 もちろんリスクはね私が言うまでもなくありますけどもここでリスクが取れるのかリスクテイクって言いますけどもねリスクテイクできるのかそれともこういった時にビビるのかによってもうはっきり決まりますとりあえずリスクテイクができる人は利益のチャンスが残りますけどもリスクを下げ続ける人は資金がなくなって終わりになるだけですはいそしてドミネーションですけどもそうはいってもビットコインのドミネーションはね51%パート 全体像を変えてないわけですよイーサリアムも17.1から16.8ですから多少下がったんですけどそんな変わってないですよねで上の方にね半減期後の短い調査ってありますよねビットコインの半減期のあと数ヶ月間っていうのは暗号通貨市場って冷えるっていうのはねいつものパターンなのはご存知でしょうかね半減期に迫るまではずっとね上がっていくんですよ でも必ず人ってのは理覚してビットコインやイーサリアム、まあ、その他の通貨からドル点とかね、円点とかするわけですよ。つまり暗号通貨業界から現金が抜かれていくわけですから、これは起こりうる、うまあ、下落だったかなっていうふうにはテクニカル的に感じるわけですよね。だからね、暗号通貨ってテクニカルは効かないんですけども、全体としては効きますよ。ここまでの360兆とか400兆円があるところにはテクニカルが十分効きますんでね。ただ、 単体になるとビットコイン1つを取ってもあまりにも出来高が少なすぎてこれはテクニカルが効かないって話なんですよさあ個別銘柄に入っていきますこっから個別銘柄ですよビットコイン1100万から随分と落ちましたねええー、1100万から700万ぐらい落ちあ700万だよ70万からい落ちたわけですかうんまあすごい落ち方ですよねまあでも5%下落にとどまってるわけですよ、はい、イーサリアムはこの1週間でほら10%ほど落ちてるでしょ 大きいいと思いますよただ、55万とか60万、まあ、60万弱だったんで、そう考えていくと、まあ、目に見えて半減してるってけではないですよね、一部既存っていうことですから、暗号通貨の世界ではね、10%ぐらいの上下っていうのは、1週間で大いに起きうることですから、そこはもう許容しないといけないですね、でそれから下に行ってリップル、70円台をキープしますんで、リップルに関しましては、そんな大きなダメージはここのとこないかなってところですはい、えー、カルダノです67円とか8円まで行ったんです。けどもねね一気にガクッときました、ね だから、ここ24時間で6.6%落ちますから、これはでかいですよ。昨日に比べて6.6%ね。もうちょっと上がるのを待とうかなと思った人にとってみたら、まあ、秘宝だったかなと思います。で、芝居のですけども、1月に購入してくださった方、芝居のね、大量購入した方もいると思いますけども、未だに含み益でしょ。ただし私が、ここで利確してくださいって時に利確して、利益を確定しておいた上で、えー、まあ、残りのね、羽根決済後の残った残金があるよっていうのがベストです。 まあ全部決済してもね大正解なんですけどもね。で、投資をする際には、いくら儲けたくてやってるのかとかね、いつまでやるつもりでそれをやってるのかって、この2つ忘れないようにした方がいいと思います。はい、まあ、そんなところですかあ。それからあの、プライベートセールの話ですけども、あのここ数ヶ月ね、これが絶対上場したら上がるからっていうので、いろいろと皆さんもね、話聞かれたと思います。具体的に、このコナンゴツガですよっていうの,言うのは差し控えますけども、そんなに多くはないでしょ。ここ。 数ヶ月、半年とか1年で聞いたあ大手、えー、取引所に上場するからどうこうって言ったのね、うんまあ、こういったのは用心してくださいねってことなんですよ、ただそれだけ。で、あんまり知られてませんけども、そういうふうに喧伝されてない上場話っていうのがあるわけですよね、だって、ここのコイン月光の右上のね、14, 1万4871、見てください、これ、毎日2通貨、3通貨が上場してるわけですよ。 そのうちのいくつかを取り出して、プライベートセールにかけてね、これが上場したら儲かるからって言ったら、一定の説得力を持つんですけども、ただ、毎日何かが上場してますからね、しかも、プライベートセールでたくさん売れたものが、実際上場して、さらに値を上げるかって言ったら、そんなことないわけですよ、もう今の時代になったら。これが2019年だったらありえますよ。うん、まあ実際なかったわけで、あの時ですらなかったんですけどね。じゃあ、どういう仕組みかっていうと、そんなね、 プライベートセールで売りまくったものが上場して売れますかってことですよ。もう買いたい人は全員買って、あとは利益が取れるのを待つ。つまり売却するのを待った状態ですよ。売り圧力のが強いのに上昇したら上がるわけないじゃないですか。ということは、毎日2つ3つ、この五ン結構にすら上場してるわけですよ。じゃあ、そういった知られてないコインを買って、そしてもう誰にも教えない。こうじゃないと。 プライベートセールってのは、自分だけが知っていて、他の人が知らないから効果があるんですよ。なのにね、あこの暗号通貨儲かりそうって言って、周りの人に教えてどうするんですかってことですよ。教えちゃだめですよ。教えたら、値上がり前に価値が薄まるわけでしょ。で、このロジックをね、きちんと気づいてる人は、インフルエンサーが上場したら儲かりますよってのは、最もやっちゃいけないものっていうふうに判断できるはずなんですよ。だから 上場前のコインなんてね、保有者が少なければ少ないほどいいわけですから、ね、ここはまあ覚えておきましょうよ。だから上場前のコインが知られれば知られるほど、上場後の価値は薄まります、もしくは逆に落ちますよってことですよ。はい、じゃあ以上です。